と到着しましたね。つーか、もう10時かよ。ああ、やはり湯見るからだとそれなりに時間がかかるな。次なる標的は赤き都に鎮殿するおでい。心して待つがいい。赤き都といえば赤の帝都ヘイムダルで間違いない。とはいえ帝都は広すぎる。効率よく調査していく必要があるが俺の勘だとガルニエ地区と競馬場あたりが怪しい気がするんだがな。アッシュさん、わかってるっつーの。遊びに繰り出すにしても面倒ごと全部片付けてからだ。事件が完全に解決すれば改めて好きな場所に連れて行っても構わないが、言うまでもなくいかがわしい店は論外だからな。ま、この格好で行くわけにもいかねえしな。服装の問題じゃないんだが。スイーツのお店はありですよね。ああ、ユーナたちも含め俺のおごりで思う存分食べるといい。ともあれ、まずは協力者のオリオさんのもとに挨拶に行くとしよう。はい、ライカ地区のバンダール流道場ですね。7組の動きに夫と息子のことまで丁寧にありがとうございます。どうやら必要以上に畏怖の念を抱かせてしまったようですね。ただクルトにしてもそうですが、あの人は見込みのないものを無用に追い込んだりはしません。実際に立ち会い皆さんのことを評価したからこそ課した試練、そこをご理解いただけると幸いです。
身入ってもよろしいでしょうか。ごきげんよう、兄様。アルティナさんにアッシュさんも。今回の件についてはすでに姫様やミュゼから聞いています。その上でオリエフ人に話を通しつつ、こうして兄様たちの前に出てきました。突然名乗りを上げる形となって恐縮ですが、帝都における調査活動、必ずや兄様たちのお力になれるかと。民間人ですか。私がただのか弱い学生だと、そうおっしゃりたいのですね。いいえ、違いません。そもそも兄様は一つ大きな思い違いをされています。今回の件に関して、私がただの民間人であるはずがありません。何せエリゼ・シュバルツァーはアルフィン殿下の親友なのですから。大切な家族が行方不明になってしまわれたのに、それでも外部に悟られぬよう笑顔を振りまいておられる姫様、皇族としての責務を果たすために自ら探しに行くこともできず、そんな姫様の姿を黙って見ていることなどどうしてできるでしょうか。せめて私が姫様の代わりに王子夫妻の捜索に少しでも尽力しなければ、この先も姫様の親友などと胸を張って名乗れるはずがありません。私なりに磨いてきた男爵家に伝わる再建術、最近ではオリエフ人にも指南していただきました。武術だけではありません。今では学生会長として様々な重要案件も処理しています。私はもう兄様に守られるばかりのか弱い存在ではありません。
この先は帝国博物館ですね。勧められたりもしているのですが、学芸員の仕事にも愛着が湧いてしまってやめられずにいる感じですね。
戦闘を開始します。 崩れたぜ。さてと、それ今です。続きます。私の番ですね。今です。行きましょう。
ない。せい！よし、これで大丈夫だ。よし、掴んだ。それにしても俺も少しばかりエリゼの実力を見誤っていたかもな。エリゼは本当に強くなった。俺が想像していた以上にずっと。兄として心配する気持ち自体は変わらないが、これからはもう少し信頼して背中を任せることにするよ。兄様兄様にそう言っていただけると何より嬉しいです。
マーテル公園、帝都市民の憩いの場ですね。でも僕も同じ気持ちかな。ここまでアンサンブルが綺麗にはまることもめったにないからね。ごめん、待たせたね。みんな元気そうで何よりだよ。演奏の方はどうだった？改めてリーンたちの率直な感想が聞きたいんだけど。それはよかった。
これでドライケルス広場も制覇だね。ささ、次行くよ、ユーシス。あまりせかすんじゃない。というかこれ以上まだ食べるのか。もちのろんだよ。僕の目標は帝都グルメ全制覇なんだからさ。しかし一体その体のどこにそれだけの食べ物が。にしし、なんだって成長期だからね。成長しているというならもう少し落ち着いたらどうですか。あーちゃん、リンたちも。にしても落ち着きか。そのためにはあーちゃんがもっと積極的にお姉ちゃんって呼んでくれないと。そうすれば僕もより大人に近づけると思うんだよね。論点はそこではないかと。ごまかさないでください。ぶー、あーちゃんのいけず。
王子が行方不明だってのに、いつも通り賑やかなもんだ。じゃ、ああ、この通りも回ってみよう。
気のせいか。兄様、どうかしましたか？いや、なんでもない。つけられている気配はないな。なら、さっきのは一体。兄さん。皆さん、お待ちしておりました。アルフィン殿下。姫様、どうしてこちらに？それはこちらのセリフでもあるのだけど、お兄様たちのためにエリゼにまで危険な役目を負わせることになるなんて。その姫様に相談もせずに行動してしまってすみません。ええ、本当に水臭いんだから。でもありがとう、エリゼ。力になってくれて本当に嬉しいわ。姫様。それはともあれ、レーグニッツ代表閣下からお話を伺い、私も同席させていただくことにしました。他ならぬ兄夫妻が巻き込まれてしまった事件、この機会にぜひ皆さんと情報交換させてください。もちろんです。こちらこそお願いします。